噴水前に人はいらっしゃるけど ID 持ってない。いや、そうね、なんか抱えてない。抱えてる、こうやってほら、友達に会いたい。あら、会いたいね。はい、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですが、うん、アーティストなんですよ。そうなんです。デビューしてんだよね。はい、友達の歌っていうね、アメトークだったり、水曜日のダウンタウンだったり、うん、そういったところでも取り扱っていただいたんですが、うん、その友達の歌っていうのはですね、うん、あの売上げ枚数ちょっと言ってもらっていいですか。全国で398枚です。はい、びっくりしてます。その、まあ、398枚、うん、親戚以外にも買ってくれた方がいらっしゃるわけですよ。そうだね、うん、その方に今お礼を言いたい、うんうん、その時買ってくれて、うん、ありがとうって、友達だよってそのスタッフさんに友達の歌の CD 持ってる方、うん、あの募集をかけてもらいました、はい、で私のインスタでも募集をかけさせていただいて、うん、であのスタッフさんと連絡を取ってくださいというふうにしまして、うん、だからそっから先はもうスタッフさんとのやり取りなので、もしいらっしゃったらね、うんうん、私たちノータッチなわけですよ、うん、まだわかんない、ね、はい、それでちょっといろいろやり取りしてもらったんですよね、はい、まず応募があったらっていうか持ってるよっていう人が何人いたかだけ。ああ、え、もう言ってくれますかそれ。え、もう、え、まだその出ていいよとか、うんうん、ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、友達の歌とりあえず持ってますかっていう方を募集したんで、はいはい、持ってますよって言った方は6人、はい、少な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 、398分の6、392人どこ行ったの。あのブックオフとかやるのかなと思いました売ったね、ブックオフでも見たことないない、確かに。いや、でも6人そう持ってますって言ってくれたんだ。言ってくれたんですよ。そっからですよね。で、ま、もちろん、はい、どこに住んでるかとか。そうですよね、うん、全くわからないじゃない、はいはい、なので、うん、何時何分に、はい、どこどこに、うん、来てくださいって、えお CD を持って来てくださいって、え、はい、伝えました。え、あら、で、そっから先は正直僕らも分かってないです。え、あ、来るか来ないか。うっそ。あ、その連絡は来てないんですね。まあなんとなくやり取りはしてますけど、うんうんうん、本当に今日来てくれるかどうかはスタッフさんすら分からない。そうですね。青山のイチョウ並木、はい、うわー、なんかロマンチックなところにデートじゃん、ね、CD を持って立っていてください、はい、やばっ。それがハードル高いよね。あんなおしゃれなとこにさ、こうやって立てる勇気があんのか。ラブワゴン。はい。もちろんその地方の方もいらっしゃるんで。うん。もう一パターンは、うん、何時何分にっていうズームリンクを送りました。ああ。つないでくれるかどうか。そうです。おお。じゃあ二つ可能性はあるっていう感じです。あ、なるほどね。うんうんうん。うわ。でもどっちもない可能性もあるってことですよね。やべえ。いてほしい。いてほしいし、本当にありがとうって言って、うん、そこにアーティストとしてサインをしたいから。じゃあまずはですね、はい、あのリモートで、うん、ちょっとお話しできる方がいらっしゃったらつながるということで、はい、いなかったら誰も出ません。なるほど。はい。ドキドキする。普通に会うより可能性が高いと思うんだよね。うん。できますよ。はい。はい。あ。3、2、1。ああ、
こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。まずはお子さんがいらっしゃるお母様、双子ですか？違う？違う。兄弟？姉妹？姉妹です。うわあ。姉妹でお子さんが CD。可愛いね。可愛いねって言ってくれる。花ちゃん可愛いね。ああ。可愛い。ありがとう。やば。可愛いね。ありがとう。結婚しよう。好きになっちゃう。今 CD 持ってくれてますけど。どなた、え、ちょっと待って、どなたが持ってくれてたんですか、その CD は。私です、姉です。お姉さんが。それは、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。いつ頃ですか？発売した時は、うん、まだ学生、中学生と高校生で、はい、なんか買うっていう脳がなくて、うん、で結婚して東京にちょっと2人とも一回転勤で、旦那さんの転勤で行った時に、二人でちょっと暇だって、はいはい、うん、踊りたいねみたいな、あれ懐かしいよねえ、踊りたいよねでうちらの曲選んでくれたのすごい。こんなにダンスミュージックが溢れてる中嬉しい。もうずっと好きで、嬉しいです。単独ライブで出した、うん、ステラおばさんとコラボしたクッキーの缶も持ってくれてるねえ。あ、じゃあライブも来てくださったんですか？嬉しい。しかもけん玉も持ってくれてて、ね、あー、かわいい。けん玉持ってます。だってありがとうね。結婚しよう。プロポーズだ。結婚しようだって。ダンスも踊れるよ。踊れるの？え、すごい。ね、踊り見せてもらってもいい？あったたっこ。輪になって踊った。急に照れた。かわいい。急に照れた。あ、でも上手なんだ。どちらにお住まいなんですか？言える範囲で。兵庫県の神戸市です。ええー、神戸。神戸。本当にずっと大好きで、もうあのエンタの神様、はい、が始まるときはもう一人で二人でテレビつけてスタンバイして、でちょっと私がメガネかけて、ちょっと前歯が出てるで、うん、春菜と春菜って春菜出てるで、春菜やっとんだよ。姉妹でハリセンボンやってたんですね。じゃあお子さんたちはもう私たちの子供みたいなもんだ。そうですね。しかも今回お待たせしました、もうお一方、うん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。嬉しい。持ってくれてる。え、マスミさんはいつ購入されたんですか？もうずっとハリセンボンさんのファンで、あの CD が出るって知った時に CD 屋さんに予約しに行って書いてました。予約予約すごい。ちょっとでも唯一だと思うわ。マスミさん予約してくれたの？そんな慌てなくても絶対手に入った、はい、嬉しい。中3の時だと思います。中3のお小遣いで予約してくれて買ってくれたんだ。はい、わー、嬉しい。貴重だよ。しかも今も持ってくださってるって、うん、今一人暮らしですか？いや、今あの家族旦那と暮らしたり。旦那さんと嫁入り道具として持ってったってことですか？持ってきました。嬉しいな。廃棄じゃなかったんだ。廃棄って言い方やめて。ちなみに言える範囲で、はい、真澄さんは今どちらにお住まいですか？北海道の小樽です。小樽。小樽。小樽いいよね。嫁ぎ先が小樽だったんですか？いや、もともと私は小樽出身で。あ、そうなんですね。はい。わ。昔ハリセンボンさんが札幌駅で、はい、エキストラで番組してたところ、はいはい、高俊さんとハリセンボンさんと、はい、はい、見に来てましたので、嬉しい。
小樽から通って、小樽からの札幌まで、本当にあの皆さんに支えられてハリセンボンはやらせていただいてます。今もこうして、うん、ありがとうございます。こんな温かい皆さんにつながれて我々は嬉しいです。398分の2、あの売り上げ398枚なんで、うん、でもね、お二方のこんな気持ちが聞けて本当に嬉しいね。嬉しいよ。ちょっとリモートでずれちゃうけど、みんなで3組で歌いませんか。歌おう。手をたたこ、一緒に歌おう。上手に歌えたら拍手忘れずに、チャ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 。手をつなごう、輪になって踊ろう、ずっと一緒にいようね、友達同士、わわわわ。わー、すごい、素晴らしい、ありがとうございます。あ、わー、やってくれてありがとう。マスミさんもわあ、嬉しい、かわいい。神戸とか小樽とか行った際には CD にサインを書かせてください。ぜひお願いします。本当に今日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。まったねだよ。うわ結婚しようね。素敵すぎやしないかい、ね、この企画やってよかったね。マジでやってよかったし、マジでいい人たちばっかり、ね、絶対会いに行こう。神戸と小樽、うん、ね、絶対行きましょう。マジで感動した、うん、リモートでは、はい、北海道そして兵庫県の方とつながることができました、うん、はい、ただ実際に会える方はいらっしゃるのか、うん、それもあの時間場所を指定させていただいて、はい、もし来ていただけるならここで待ち合わせさせてくださいと言いましたので、うんうん、入るかどうかそこに向かいたいと思います。はい、あと 50m ぐらいで、はい、わー、もうなんか変な、すごいなんか久々にこんな緊張っていうか、ね、変なドキドキ。こういう待ち合わせってあんまないもん。ないないない、人生で初よいないかもしれない待ち合わせ。そうそうそう、CD を持って待っててくださいと。ああ、そうだ、じゃあこう掲げて持ってくれてる方がいらっしゃるかもしれない。うん、はあ、ドキドキ。あ、こっち、あ、まあ、そうか、ここに噴水なんだ。じゃあもういるかもしれないんだ。え、噴水前に人はいらっしゃるけど、あれでも CD 持ってない。いや、そうなんだ、なんか抱えてない、抱えてる、こうやってほら、え、ちょっとわかんない、ちょっと見に行こう。
何でしょうこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。しかもここに来てくださってるなんてね。え、呼んでいい？お名前。ルシアナ。ルシアナさん。ルシアナさん。ルシアナさん、今日はありがとうございます。ありがとうございます。え、東京都内ですか？都内から。都内でよかった。よかった。え、高校生だったと思う。はい、はい、高校生で友達が買ってくれたんですか？じゃあ当時は聞いてくれてたんですか？うん、めっちゃ多分聞いてくれた。うわ、カラオケで。カラオケでも嬉しい。嬉しい。この世で2人だけかと思ったカラオケで歌ってんの。一番最初何で知ったかって覚えてらっしゃいますか？うん、いやでも多分まあ好きだからってだけ。あ、そうか、うちらが好きだから気にしてくださって、うん、え、うちらを知ったのは、うん、でもあの元気って言って、はい、深夜に水をぶっかけられるっていう、はい、あ、はるかが一番辛かった仕事ってあげる杖前っていうコーナーですね。はいはいはい、その番組名も後から知ったんですけど、あ、たまたまつけた時にうちらが水ぶっかけられてたんだ。それで何だろう、綺麗なのになんでって思って、あらま、まあ、あらま、優しい優しい。なぜ来ようと思ってくださったんですか？すごい迷ったんですけど、300いくらい確かあの人の手に渡ってないから、はい、これうちが行かなかったら企画潰れるか。優しい。企画のこと考えてくれてる。めっちゃ考えてくれてる、ね、来ていただいたっていうので、あのおこがましいんですけど、直接サイン書かせていただいてもいいですか？いいですか？これもう本当買った人しかわかんないんですけど、すごろくになってんですよ。そう。特典ね。やってない。わあ、マジで綺麗に撮っといてくださってるわ。ね。ありがとうございます。こちらこそ。嬉しいです。あんまり物理的なものに興味ないんで。あ。あ、そうなんですね。サインもらって、嬉しい、ありがとうございます。せーの、手を叩こう、一緒に歌おう、上手に歌えたら拍手忘れずに、ちゃ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 、手をつなごう、輪になって踊ろう、ずっと一緒にいようね、友達同士、わわわわ。ありがとうございます。すごいわ。すごい、嬉しい。本当にあの牛山さんのおかげでこの企画が成り立ちました。成り立ちました。助かりました。ありがとうございます。あ、嬉しい。今多分芸能人、うわ、そんなことあります？ね、私目の前にいながら2人だけでいいですかって言われたの初めてです。あ、もちろんです。ありがとうございます。いいんですよ、もちろんいいんです。ふるかさんが、はい、SNS とか何もしてないから、何もしてないですね。はるなさんのたまに出てくるのがちょっと嬉しいです。私のインスタなんて、もっとお願いしますね。じゃあ私がピン芸人だったらもうフォローしてない。正直すぎるだろルシアナよ。いや、ありがとうございます。これからもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。